皆さんこんにちは、レベル5日野です。今日はこの任天堂ダイレクトという場を借りて、あのタイトルの最新作を直接ユーザーの皆様にお届けしたいと思います。さて、今回発表させていただくのはレイトン教授シリーズの最新作。そのタイトルはレイトン教授と超文明 A の遺産です。今日は完成したばかりの最新のアニメーションを中心に特別な映像をご覧いただきます。本作の舞台は奇跡の仮面から1年後の世界。生きているミイラが発見されたという一通の不思議な手紙をレイトン教授が受け取るところから物語は始まります。手紙を送った人物を訪ね、雪の町を訪れたレイトンたち、案内された洞窟の中でなんと氷漬けになった少女を目にすることに。そしてその謎の少女の発見がきっかけとなり、レイトン教授は太古の文明にまつわる壮大な謎を解明するため飛行船ボストニアス号に乗り旅立つことになります。今までのレイトン教授にはなかった世界を股にかける大冒険、世界各地に散りばめられた古代の謎に挑みます。またレイトンたちの行く先々で田子明先生監修のさまざまな謎が登場します。完全新作となる楽しく解き応えのある謎解きにもご期待ください。本作でテーマとなる古代文明の謎以外にも、魔人の笛から登場したキャラクターやレイトンたちを狙う組織の正体やその真の目的など、全ての謎が解明されていきます。このレイトン教授と超文明 A の遺産では、エルシャール・レイトン最大の冒険が繰り広げられます。いかがですか？2007年発売の不思議な街から始まったレイトン教授、今や全世界で1350万本以上を出荷するシリーズとなりましたが、今作で6作目、エルシャール・レイトン最後の冒険となります。制作スタッフ一同、最高のレイトン教授にしたいという強い思いで作っています。このレイトン教授と超文明 A の遺産は任天堂 3DS で2013年の早い時期の発売を考えています。また近いうちにユーザーの皆様に遊んでいただける機会を設ける予定です。最新情報はレイトン教授シリーズ公式サイトをチェックしてみてください。ありがとうございました。シリーズ6作目にしてエルシャール・レイトン最後の冒険となるレイトン教授と超文明 A の遺産は2013年発売予定です。